え栃木選挙が延期しちゃうもうネット投票やるしかないんじゃないでしょうか。はい、というわけでこんにちは。参議院議員の音田俊です。今日のブログは4月の17日に撮っていますけども、まあ、あの、今日は選挙のお話をしたいと思います。で、これはあの、とあるところの区長選挙のさなかに撮ってるんですけども、やっぱりですね、もう選挙とかやってる状況じゃないと思います。もう全国各、もうこれ、 緊急事態宣言も全都道府県に発令されましたし、こうした中であの静岡でも衆議院の補選が始まっているわけですが、皆さんにね、行動実粛を呼びかけておいて、この選挙で投票には行ってほしいと呼びかける。これ非常に矛盾しているわけですし、やっぱりあの我々も選挙運動をやってみて分かりましたけども、やればそれは人は集まりますし、動きますよ。運動員の方だって集合してもらって、チラシ配ってもらったりとか、最低限はもちろん感染症に気をつけると言っても、やる部分があるわけですし、該当演説やれば立ち止まって見てくれる人も出てきて、 できまますすしこれは、ね、本当にににに非常にこの感染拡大の1つのつ要因ななり得る危いいい行為だという,ふうに思いますでもそうは言っても、この選挙が始まった以上は、ある程度運動しなきゃいけないという理由については、再三この Vlog やブログでも触れてまいりましたけれども、そしてこれから何が待ってるかというと、7月5日投開票で、東京都知事選挙があるわけです。 これね、本当やってる場合ですかやって大丈夫ですかということは、真剣にもう今から考えなきゃ、もう今考えなきゃいけないことだと思います。5月6日まで、緊急事態宣言は5月6日までですけども、それが解除されたとしてもですね、世界各国の足並みを見てても、そして研究者の方、専門家の方の見解を聞いても、それで終わりじゃないっていうことはもう一致しているわけです。で、画期的なワクチンが出来上がって、そして皆さんに普及し終わるまではですね、これは一回この5月6日までの緊急事態宣言でもし、流行が一時的に抑え込めたとしても、 やっぱり皆さんブワーって動き出せば、また第2波、第3波が来てしまうわけですね。北海道なんかそうで、一回、あの、鈴木県知事が、あ鈴木道知事が、緊急事態宣言でやって、抑え込みましたけども、今また増えてきてしまってるということで、人の流れができると、また感染拡大が始まってしまうわけですね。そこでこの6月の下旬から、東京都知事選挙なんていう一大イベントがスタートして、また人がわーって動いて、選挙活動やって投票とか行けば、有権者1000万人近くいるわけですからね。1000万人超えてるわけですから、それはもう、また一気にこの、 い、収まった感染症が、コロナウイルスが、ぶり返してしまうということは、容易に想像できるわけです。じゃあ、もう選挙運動しなきゃいいじゃんっていう、また話に戻ってくるんですが、それはもうね、やっぱ無理ですよ。これはもう選挙っていうのはもう各陣営、命かけてやってるわけですし、いや、小池合子知事は、このまま行ったら、まあ、おそらくかなり優勢でしょうから、彼女は選挙運動しないかもしれないですけども、でも野党とか、だいたいこの、 野党の統一候補以外にも、毎回都知事選挙というのは20人ぐらい、皆さんご存知の通り、立候補して、マッカーカサカさんとか、ドクター中松さんとか、まあそういった方々が、これまでもずっと、選挙盛り上げてね、政権放送とかいろいろやってきて、やっぱりこうやれば10人とか20人に立候補して、各人が動くわけですから、そうなれば、すらがらずこの人の流れがまた生まれてしまいますから、やっぱこの都知事選挙をね、もうこのまま、 強制、強行開催するというのは、私は極めて非現実的だし、やるべきでもないというふうに思っています。まあ、そこであの観測、今ね、いろんな観測期が上がって、いろんな推測が上がってるんですけども、都知事選挙1年延期してね、これあの、イギリスでもロンドンの選挙とか1年延期されましたから、十分可能性あると思うんですけども、そうすると来年が都知事、あの、都議会議員選挙を来年やりますので、そこと一緒にやればいいんじゃないのと、そうするとコスパもいいし。まあ、そんなね、案も上がっているわけであります。これちょっと余談ですけど、非常に、 あの、恐ろしいというか、すごいいろんな可能性がある話で、そうすると何が起こるかというと、都民ファーストの会が選挙、勝つかもしれないですよね。今、あの、小池知事は再選間違いないと言われてますけども、小池知事が率いている地域政党の都民ファーストの会っていうのは、まあ、全く、多分皆さんもほとんど、 あるんだかないんだかわかんないって思ってる方が多いと思うんですが、ほとんど存在感がないっていうのが現実だと思います。でもこれ、都知事選挙で一緒になって、小池竜子知事がまた都民ファーストって言ってやれば、彼らも一緒になって勝てる可能性出てきますよね。だからこの都知事選挙が延期するかしないかっていうのは、決まりに極的にも大きな話ではあるんですけども、まあそれはあの、都民の皆様にはそれほど関係ない話なので置いといてで、何をすべきかというと、私は、 ネット投票、これも今、ここのタイミングでね、本当に真剣に検討を始めておくべきだと思います。で、これだって1年延期したってですね、それでまだコロナウイルス収まってる保障どこにもないわけです。だから来年のオリンピックとかかなりまだ危険だと思いますけども。 となればですね、これをね、契機としてやっぱね、オンライン、テレワークとかも進んでますし、オンライン投票というのも、もう今から準備をしておく必要があると。で、これ、衆議院選挙もそうなんです。衆議院選挙も、もう任期があと1年半ぐらいですから、え、おそらくもう今年とか解散できないでしょうけども、まあ、来年のどっかのタイミングで衆議院選挙やんなきゃいけないってことになったときに、やっぱりこの投票所に実際行かなきゃいけないと。で、選挙活動が、選挙運動がネット上で完結できないって言うと、これはまたコロナウイルスがぶり返す危険にもなるわけですから、え、これ、オンライン投票、ネット投票というのを、やっぱこれ実現する。 そのため1年ぐらいちょうど時間かかると思いますのでその最大のこれはもうチャンス機会と捉えてもう準備を。 進めていくべきだというふうに思います。で、韓国と、韓国とかでも結構このネット投票っていうのは実験が進んでるんですけども、まあブロックチェーン技術、まあご存知の通り、これ使うと改ざんができない、こういう不正ができないということでブロックチェーン技術を使ったらいいじゃないかとか、いろいろ言われてるんですが、今のところこのブロックチェーンの技術は確かに優れているんですが、一斉に皆さんが投票して、こう、アクセスというかね、この集中したときに、やっぱこのシステムが処理が追いつかないとか、まあそういうね、現実的な問題が、 まだまだ韓国の例を見ると、クリアできてないみたいなんですね。ですからこれ本当にね、本腰入れてネット投票やると決めてから、やっぱり1年ぐらい時間がかかると思いますので、もう決めるなら検討を始めるなら、今だと思うんですよね。えなので、もう土地選挙延期するかしないかっていうのは、まだわからないですけども、まあ私はすべきだと思いますけども、で衆議院選挙もいつやるかわからないですけども、いずれにせをもし来年にこの大型選挙があるとすれば、そこではネット投票ができるように、まあ社会のあり方、私たちの考え方も全部ですね、切り替えていく必要があると思います。えなので今、ここら、 ある若手の議員たちともこのネット投票を今こそやるべきじゃないかっていう話は、えー、ま水面下ではしていますし、この動きをですねいずれかのタイミングでボーンと打ち出してですねネット投票というのはこのコロナウイルスを機かとして実現するように私も精一杯頑張ってまいりますので引き続き皆様のご支援ご意見等等よろしくお願い申し上げまして今日の Vlog としたいと思いますそれではまた次回さよなら。